第457号第99代菅義偉内閣総理大臣誕生2020年9月21日9月14日に自民党の総裁選挙が行われました。菅義偉氏に決まりました。候補者の3名ともに本命星が七色金星人でした。そして9月16日に菅義偉氏は第99代内閣総理大臣に就任し、新内閣は発足した。総裁選挙の結果、菅義偉377票、1948年12月6日生まれ、本命七色ネズミ年、月命七色金星、ネズミ月生まれ。岸田文雄89票、1957年7月29日生まれ、本命七色金星、鳥年、三匹木星、羊月生まれ。石破茂68票、1957年2月4日生まれ、本命七色金星、鳥年、月命八白土星虎月生まれ。1989年1月7日に新元号平成を発表した小渕恵三は、1998年7月30日に第84代内閣総理大臣になりました。同じく2019年4月1日に新元号令和を発表した菅義偉は、2020年9月16日に第99代内閣総理大臣になりました。今回の選挙は党員投票を見送り、自民党の派閥が菅候補を推し、早々と当確を決めました。戦わずして勝った菅首相は、安倍政権の長老にうまく利用されたのです。今後の政権運営はいかがなものとなるでしょうか。名前だけの人にだけはなってほしくないです。菅氏は苦労し、コツコツと地味に積み重ねた政治家人生も、首相になったことで自分の人生も、すべてをなくすことのないように願います。本来本命が七色金星の人は、裏方に徹するならうまくやれます。官房長官だらがうまく務まったが、トップに立つとうまくいかないことが多いです。トップの器ではないのです。なぜ菅氏を推したのでしょうか。それは長期安倍政権の数々の疑惑を消すために仕組んだのです。安倍政権の本丸だったアベノミクスは日本経済をダメにしたのです。しかしほとんどの国民は分かっていないです。国の驚くような借金、賃金は減少し、非正規社員は増え、企業は改革も行わず利益をため、一向に投資しない。次世代に大きなツケが回ります。また数々の疑惑、森友問題、家計問題、桜を見る会等の解明もしなかったのである。この安倍政権の継承を断言したのが菅義偉新首相です。新政権の無策と言わざるを得ません。これでは全く期待は持てません。こんな特筆すべき成果のない長権政権だった安倍政権に対して、国民のアンケートの評価はよくやった、まあまあよかったと 70% が好意的である。この国は本当に政治を見ているのだろうか。これから起こる借金地獄を分かっているのか。このままではこの国は終わります。何の夢も将来もこの国にはありません。時間の経過が証明してくれるでしょう。菅内閣閣僚一覧、第99代内閣総理大臣菅義偉、1948年12月6日生まれ、本命七色金星、ネズミ年、中宮位海座、横滑り官房長官、拉致問題担当大臣、沖縄基地負担軽減担当相、加藤勝信、
1955年11月22日生まれ、本命九死火星羊年、竹下派水運期2年目、横滑り行政改革規制改革担当組河野太郎、1963年1月10日生まれ、本命時刻土星虎年、麻生派水運期4年目、横滑り総務総武田良太、1968年4月1日生まれ、本命五王土星猿年、二階派星雲期2年目、再任副総理兼財務省、麻生太郎、1940年9月20日生まれ、本命六白金星辰年、麻生派星雲期3年目、再任外相、茂木利光、1955年10月7日生まれ、本命九死火星羊年、竹下派水運期2年目、再任文部科学省萩生田光一、1963年8月31日生まれ、本命一白水星うさぎ年、細田派水運期3年目、再任産業省梶山博、1955年10月18日生まれ、本命九死羊年、無党派水運期2年目、再任環境省小泉進次郎、1981年4月14日生まれ、本命一白水星鳥年、無党派水運期3年目、無派閥3年目、再任五輪層橋本聖子、1964年10月5日生まれ、本命九死火星辰年、細田派水運期2年目、再任交通省、赤羽和義、1958年5月7日生まれ、本命六白金星犬年、公明党星運期3年目、再任経済産政担当組、西村康稔、1962年10月15日生まれ、本命時刻土星虎年、細田派水運期4年目、再登板放送上川陽子、1953年3月1日生まれ、本命時刻土星三井年、岸田派水運期4年目、再登板厚生労働大臣田村典久、1964年12月15日生まれ、本命九死火星辰年、石破派水運期2年目、再登板国家公安委員長、小此木八郎、1965年6月22日生まれ、本命八白土星三井年、無派閥水運期1年目、再登板デジタル担当大臣 IT 担当大臣平井卓也、1958年1月25日生まれ、本命六白金星犬年、岸田派星雲期3年目、初入閣防衛省岸信夫、1959年4月1日生まれ、本命五王土星イノシシ年、細田派星雲期2年目、初入閣万博担当大臣井上真嗣、1969年10月7日生まれ、本命白く木星鳥年、麻生派星雲期1年目、初入閣農林水産大臣野上幸太郎、1967年5月20日生まれ、本命六白金星羊年、細田派星雲期3年目、初入閣復興大臣平沢勝衛、1945年9月4日生まれ、本命一白水星鳥年、二階派水雲期3年目、初入閣一億総活躍担当大臣坂本哲氏、1950年11月6日生まれ、本命五王土星虎年、石原派星雲期2年目、自民党役員再任二階俊博幹事長、再任森山博国対委員長、総務会長佐藤勉、政調会長下村博文、選挙対策委員長山口康明。菅首相は新型コロナウイルスの感染拡大を防ぎ、社会経済活動を両立させる、国民の安全安心を
一日も早く取り戻すのが私の使命だと述べた。安倍長期政権の黒幕であった二階堂、麻生は再任された。そもそもこの再任が菅政権の失敗にならなければよいが、80歳前後の高齢者でいつまでやるのか、認めるのか、本当に信じられない。いつまでこの古い体制を続けるのか。閣僚名簿から見て全てにおいて新鮮味もなく、とても期待の持てない内閣です。大きな山場は12月にやってくるでしょう。